プラネットナインは太陽系外縁に存在すると提唱されている大型の天体の仮称である。軌道の大部分がエッジワースカイパーベルトの外側を回る太陽系外縁天体の一群を研究する過程で2014年にその存在が提唱された。2016年1月20日、カリフォルニア工科大学のコンスタンティン・バティギンとマイケル・イ、e ・ブラウンは いくつかの太陽系外縁天体の軌道に関する研究結果からプラネットナインが存在する間接的な証拠を発表した。この仮説上の天体は質量が地球の10倍程度、直径は地球の2から4倍程度と予測されており、大円軌道で太陽を1万から2万年かけて好転していると考えられている。この天体はニースモデルにおいて 木星や土星によって外へと弾き出された仮説上の第5巨大惑星の可能性もある。その他の仮説としては別の恒星の周りにあった惑星を捕獲したという説や自由浮遊惑星を捕獲したという説、また遠方の軌道で形成された後に太陽系の近くを通過した恒星の影響で大きな軌道離心率を持った軌道に引っ張られたという説がある。 2018年の時点では、プラネット9と思われる天体の観測報告は、されていない。広域赤外線探査衛星や、パンスターズの観測データ中からは、プラネット9は検出されていないが、太陽系の外縁部に、海洋性サイズの天体が存在する、可能性は否定されていない。これらの過去の装填観測での検出可能性は、プラネット9の位置や特性に依存する。 まだ捜索が行われていない空の領域については、ワイズの延長ミッションであるニ e w i s e や、座る望遠鏡を用いた捜索が進行している。プラネットナインは過小であり、光学観測などで実在が確認されない、限り正式名称は付与されない。確認されれば国際天文学連合が正式名称を認定するが、その際通常は発見者が提案した名前が優先される。 基本的には、ギリシャ神話やローマ神話にちなんだ名前になるはずである。2016年のバティギント・ブラウンの言論文では、その物体を単にパーターバーと呼んでおり、後の報道向け発表で初めてプラネットナインという歌唱を用いた。バティギント・ブラウンは他にも、ヨシャファトやジョージという名前で、プラネットナインを呼んでいる。ブラウンはまた、仲間内では、ファティと呼んでいるとも述べている。 なお、彼らの研究の先行研究にあたる2014年のスコット・シェパードとチャドウィック・トルフィー・ジの論文中でも、単にパートーバーやプラネット・サイズド・オブジェクツとだけ呼ばれている。2018年に惑星科学者のアラン・スターンは、これは、暗いのトンボーの遺産を消し去ろうとする試みであり、率直に侮辱的であると述べて、プラネットナインという名前に反対し、発見まで、 プラネット X という名前を使うことを提案した。また35人の科学者は、このような惑星については、文化的及び分類学的に中立なプラネット X やプラネットネクスト、ジャイアントプラネット5などの用語の使用を指示し、この用語の使用はやめる必要があるとの声明に署名を行った。ブラウンは、プラネット X は未知の惑星への一般的な言及ではなく、 冥王星の発見につながったローウェルによる特定の予測であり、私たちの予測はこの予測とは無関係であると述べている。演説点付近にあるプラネットナインの研究場の見え方のブラウンが自らのブログで述べた軌道仮説に基づいたイメージ図。およそ2000年かけて緑線上を西から東へ横切っていく様子。計算によるとプラネットナインは 軌道離心率の大きな大円軌道を1万年から2万年の周期で公転していると見積もられている。軌道長半径は約 700au と海王星の約20倍ほどもあるが近日点では海王星の約7倍の約 200au まで近づくと想定されており軌道傾斜角は3020度程度だとされている。一方、軌道離心率が大きいため演説点では 約 1200AU まで遠ざかるとされている。想定される軌道では、プラネットナインの演説点は、オリオン座や、オウシ座付近の方向、逆に近日点は、ヘビ座、ヘビ使い座、天秤座付近の方向にあることになる。ブラウンは、もし、プラネットナインの存在が確認され現在の探査機で、向かうなら、太陽の周りでのパワードスイングバイを利用することで、 わずか20年で到達できると考えている。プラネット9は巨大合理惑星の天王星と海王星に大きさや蘇生が似ているとされている。プラネット9は地球の10倍程度の質量と2倍から4倍の大きさを持つと推定されている。これまでの探査では冥王星遺炎の領域に海王星サイズの天体が存在する。 可能性は残されている。赤外線観測衛星である広域赤外線探査衛星の観測では、太陽から2万6000以内の領域に木星質量以上の質量を持つ天体は確認されず、また1万 au 以内に土星質量の天体は確認されなかったが、700 au の位置に海洋性程度の質量を持つ天体が存在する可能性は否定されなかった。 ブラウンは、たとえ、プラネットナインがどこにあろうとその質量は、周辺の小天体を一掃することができるほど大きく、太陽系の外縁部を支配する存在だと考えている。そして、これは、惑星の定義には十分当てはまるものだとしている。別の推定では、プラネットナインは、地球の5から10倍の質量を持ち、直径は同じく2から4倍ほどと見積もられている。ブラウンは、 プラネットナインは天王星や海王星のように岩石と氷の混合物で構成され薄いガスで包まれた巨大な氷の惑星であることがほぼ確実であるとしている。プラネットナインは原子ブラックホールではないかという予想が行われた。原子ブラックホールの質量を地球の5倍から15倍と仮定し5倍だった場合の事象の地平面のサイズを 実物大として論文に掲載、質量が地球の10倍であれば、自上の地平面のサイズは、ボーリングのボール程度になるとしている。プラネットナインの起源については、基地の巨大惑星によって弾き出されたとするものや、他の恒星系からやってきた惑星を捕獲したというもの、その場で形成されたというものなど、多くの説が考えられている。バティギンとブラウンの原論文では、プラネットナインは、 現在より太陽に近い位置で形成され、原子惑星系円盤がまだ存在する時期に木星か土星と近接遭遇することで遠方の離心軌道に弾き出されたという説を提案している。その後、太陽系金棒の構成の重力か、あるいは原子太陽系成分の名残であるガスによる摩擦の影響によって軌道離心率が減衰する。この過程は、 軌道の近日点距離を増大させ、他の惑星の影響を受けないような、非常に遠方だが安定な軌道へと進化させたと考えられる。極端な大円軌道に弾き出されさえしなければ、プラネットナインは原始惑星系円盤からさらに多くの質量を得て、巨大ガス惑星の核へと進化し得ただろうとされている。しかし遠方に弾き出されたために成長は、早い段階で止まり、天皇星や、 海洋性よりも小さな質量になったと考えられる。重い微惑星体による力学的摩擦もプラネット9を安定な軌道に捕獲し得る。近年のモデルでは原子惑星系円盤の外円部分でガスが散逸するにつれて創出量が60から130地球質量の多数の微惑星による円盤が形成され得ると考えられている。プラネット9が この微惑星円盤の中を通過すると、プラネットナインの重力によって、個々の微惑星の経路が変えられ、プラネットナインの速度は相対的に減少する。この過程は、プラネットナインの軌道離心率を低下させ、軌道を安定化する。もしこの微惑星円盤の内円が、太陽から100から 200au と離れた位置にあった場合、海洋星と遭遇する惑星が、 プラネットナインの想定される軌道と似た軌道に入る確率は20%になり観測されている太陽系外縁天体の分布の偏りは内縁が 200au の距離であった場合によく説明できる。微惑星円盤は原子惑星系円盤の残存ガスとは異なり長い期間にわたって存続するためより後期にプラネットナインを現在の軌道に落ち着かせることが可能となる。 プラネットナインは太陽が他の恒星と近接遭遇を起こしている間に太陽系の外部から捕獲された天体だという可能性もあるもしその恒星の遠方軌道に惑星が存在した場合遭遇の最中の三体相互作用は惑星の経路を変え太陽の周りを交点する安定な軌道に移動する可能性がある遭遇した相手が木星質量の天体を持たない 構成系であった場合、惑星は遠方の離心率の大きい軌道に長い期間止まっていられるため、太陽と遭遇の際の捕獲の可能性も上がる。この説が正しい場合、プラネットナインは実質太陽系外惑星であったということになる。太陽系外部から天体を捕獲できる可能性自体は高いものの、その場合の捕獲後の天体の軌道要素は多様なものとなり得るため、 プラネット9に予測されているような比較的低い軌道傾斜角で天体を捕獲できる可能性は1から2%と低いものになる。また、このプロセスは自由浮遊惑星との遭遇でも発生シュールがこの場合プラネット9に想定されているのと同様の軌道に自由浮遊惑星を捕獲できる可能性はさらに低くわずか0.05から0.10%に過ぎない。 太陽と他の恒星との遭遇は太陽系の遠方を交点する惑星の軌道を変化させることもあり、これにより遠方惑星の軌道が遠軌道から離心軌道に変化する可能性もある。プラネットナインが現在いるとされる遠方で惑星を形成するためには原始惑星系円盤が非常に重く遠方まで広がっているかあるいは散逸していく円盤の中で 固体成分が外側に移動して細いリングを形成し、それが10億年以上かけて集積し惑星になる必要がある。太陽がまだ形成された星団の中にいる間に天体がそのような非常に遠方で形成された場合、非常に離心率の大きい軌道を保ったまま太陽の重力に束縛され、太陽系内に止まり続けられる確率はおおよそ10%である。 しかし過去の研究では、もし重い円盤が 80au を超えた距離まで広がっていた場合、木星や土星に散乱された天体は、高い軌道傾斜角かつ低い軌道離心率を持った状態で太陽系内に残されるはずだが、このような天体は発見されていないことが報告されている。21世紀にプラネット9概念が提唱されるよりも以前から数々の研究者が、 以下のような経緯を経て、冥王星の発見の時と同様に、海王星より遠くの天体を間接的に検出しようとしてきた。そのうち、いくつかの研究や観測は、プラネットナインの仮説と直接関連している。1846年の海王星の発見以降、さらなる天体が海王星よりも遠方に存在するという数多くの理論的な予想がされてきた。これらの理論は、 天王星と海王星の軌道に影響を及ぼす遠方の天体の存在を予測した。軌道への接動のように間接的な手段によって海王星より遠方の天体を探そうという試みは冥王星の発見以前にまで遡る。ジョージ・フォーブスは1880年に海王星遺伝の惑星の存在を初めて仮定しており、この研究は 現在のプラネットナインの理論に類似していると考えられている。この仮説上の天体の一つは、軌道長半径が 100au と地球の100倍の距離にあるとされ、二つ目は 300au とされた。彼が提唱した天体は、周期彗星の演実点距離の分布が偏っていることを説明するために導入したものであり、このような演説点距離の偏りは例えば、木星属彗星に見られる。 1906年にパーシバル・ローエルは海洋イエンの惑星を創作する大規模なプロジェクトを開始した。彼はこれが天皇星の軌道の問題を解決できると確信しており、この未知の惑星をプラネット X と呼んだ。なおプラネット X という名称はガブリエル・ダレットによって過去に使われている。2004年に発見されたセドナは特徴的な軌道を持っており、 この天体は過去に基地の8個の惑星とは異なる重い天体との遭遇を起こしたのではないかという推論をもたらした。セドナの近日点距離は 76au であり、これは海王星と重力的に相互作用を起こすには遠すぎる。様々な科学者によってセドナが現在の軌道に至った仮説が提唱された。それは 遠方の軌道にある未知の天体との遭遇や太陽が形成された三回星団の一員であった別の恒星との遭遇、あるいは後に太陽系金棒を通過したその他の恒星との遭遇である。2014年3月にはセドナを超えた近日点距離を持つセドの井戸である 2012VP113 と呼ばれる小惑星の発見が公表された。他にも似たような軌道を持つ 小惑星が複数存在すると考えられており、これは未知のスーパーアースサイズの天体が太陽系遠方に存在することが原因の可能性がある。2008年には、向井だし率いるチームによって多くの太陽系外縁天体が持つ大きな軌道離心率と軌道傾斜角は、軌道傾斜角20度、軌道長半径100から 200au、高天周期約1000年の 火星から地球サイズの天体の影響による可能性があるという説を発表した。2012年の学会において、ブラジル国立天文台のロドニー・ゴメス率いる研究チームは、非常に細長い軌道を持つ太陽系外縁天体の軌道を解析し、未知の天体が存在する可能性を実証するモデルを作成したことを発表した。またこの天体は、 大きな軌道長半径を持つケンタウルス属天体や巨大惑星の軌道と交差する太陽系内の小天体の軌道も説明可能とされた。この仮説では海洋性質量の天体が非常に遠方の軌道離心率の大きい軌道傾斜角が40度程度の軌道にいるとされた。あまりにも遠すぎるためない惑星にはほとんど影響を及ぼさないと考えられるが、 周辺の小天体を散乱させるには十分な質量である。プラネットナインと同様にこの天体は 300au を超える軌道長半径を持つ天体の近似点を振動させ影響を受けた天体のうちあるものは巨大惑星と交差するような軌道に移りまたあるものはセドナのような分離した軌道に移る。この研究は2015年に論文として出版された。ゴメスは 太陽系の遠方に未知の惑星が存在する可能性があることを確かめたが、このような天体の発見には至らなかった。プラネットナインと6つの太陽系外縁天体の起動2014年にカーネギー研究所のスコット・シェパードとハワイのジェミニ、天文台のチャドウィック・トルヒージョはセドナや 2012VP113、その他の非常に遠方にある太陽系外縁天体の 軌道に類似点があることを指摘した。彼らは200から 300au の距離の円軌道にある未知の惑星が外縁天体の軌道に接動を与えていることが原因だという仮説を提案した。あとの2015年にラウルとカルロス・デラ・フエンテ、マルコスは外縁天体に見られる多くの軌道の類似性を再現するには2つの重い天体が軌道共鳴に入っている必要があると主張した。 カリフォルニア工科大学のバキギント・ブラウンは彼らの仮説を否定するために解析的な研究を呼び、コンピューターによるシミュレーションを行ったところ、逆に遠方の重い惑星の存在を示唆する結果を得た。2016年初頭に彼らは非常に遠方を好転する6つの太陽系、外縁天体が似た軌道要素を持っていることは地球の10倍程度の質量を持つ天体の 存在によって説明できるとし、その取り得る軌道を発表した。また、この仮説上の天体に、プラネットナインという仮称を与えた。この仮説では、極端に遠方にある外縁天体が内惑星の軌道に対して垂直な軌道を持つことも説明できる可能性がある。プラネットナインの重力的な影響は、以下の太陽系の5つの得意な点を説明する可能性がある。 プラネットナインは、セトナのような天体が持つ大きな近日点距離を説明するメカニズムを介して、エトノスの軌道のクラスタリングを説明するために存在が提唱された天体である。プラネットナインが他の天体に及ぼし得る効果のうち、基地の惑星の軌道に対して垂直な軌道を持つ太陽系外縁天体への影響は予想されていなかったものであり、その他の二つの効果は、 仮説が提唱された後のさらなる分析の結果明らかになったものである。蒸気の問題点を説明するための別のメカニズムも提唱されているが、蒸気5つのすべてを説明できるのは、プラネット9の重力的な影響のみである。しかしプラネット9の重力はその軌道を横切る。他の天体の軌道傾斜角も上昇させるため、短周期彗星の軌道傾斜角の分布が現在、 観測されているよりも広いものになってしまうという指摘もある。大きな軌道長半径を持つ太陽系外縁天体の軌道要素に偏りがあることは2014年にトルヒージョとシェッパードによって初めて指摘された。彼らはセドナと 2012VP113 の軌道の間に見られる類似性を指摘した。プラネットナインのような天体が存在しなければこれらの 軌道はランダムに分布するはずであり、軌道の配置には特定の傾向は見られないはずである。トルヒージョとシェパードは、さらなる解析を行い、近日点距離が 30au より大きく、かつ軌道上半径が 150au より大きい12個の外苑天体の近日点引数が0度付近に偏っていることを指摘した。つまり、これらの天体は皆、太陽に、 最も接近するときに王道面を下から上へ通過する軌道を持っていることを意味している。トルヒージョとシェパードは、これは、海洋性軌道より、遠方にある、未知の重い天体によって、古材メカニズムを介して引き起こされていると提唱した。同程度の軌道長半径を持つ天体の場合、古材メカニズムは、天体の近似点引数を0度か180度付近に制約する働きがある。 この軌道の制約により、離心率と傾斜角を持った軌道にある外縁天体は惑星への近接遭遇を回避することができる。なぜなら外縁天体が惑星の軌道平面を横切るのは天体が近日点と遠日点付近にいる時であり、軌道の十分上か下にいる時に惑星の軌道を横切るからである。しかし外縁天体の軌道が 古材メカニズムによってどのように揃うようになるかについてのトルフィー・ジョとシェッパードの仮説はさらなる解析と証拠にとって変わられることとなる。パティギンとブラウンはトルフィー・ジョとシェッパードによる蒸気の仮説を否定するつもりで大きな軌道長半径を持った太陽系外縁天体の軌道の調査を行った。彼らはトルフィー・ジョとシェッパードによる解析に用いられた外縁天体のうち 海洋性に接近するため軌道が不安定になるものや海洋星との平均運動共鳴に影響されるものを取り除いて解析を行った。その結果、残った6つの天体の近日点引数が318度8度に集まっていることが判明した。この発見は古材メカニズムによって近日点引数が0度か180度に揃うという傾向とは一致しないものであった。 バティギント・ブラウンはさらに、軌道長半径が 250au より大きく、近日点距離が 30au を超える極端な太陽系外縁天体6つの軌道について、近日点が空間的に概ね同じ方向に揃っており、その結果として太陽に最も接近した際の位置を表す近日点光景が集まっていることも発見した。6個の天体の軌道は、 王道面に対して傾いており、概ね同一平面に存在する。そのため天体が王道面を下から上へ通過する位置を示す、昇降天候計も集まっている。彼らは、この軌道要素のクラスタリングが偶然発生する、確率はわずか0.007%であると、計算している。これらの6つの天体は、6つの異なる望遠鏡を用いた6つの異なるサーベイによって、 発見されたものである。そのため、例えば望遠鏡が空の特定の領域を観測していたなどの観測バイアスによって軌道要素の偏りが生まれている可能性は低いとされる。これらの天体の軌道長半径と軌道離心率はそれぞれ異なることから近日点の場所と昇降点の変化もしくは再差は異なる速度で発生し、その結果として軌道要素の偏りは 数億年のうちに生まされてしまうはずである。そのためこの型よりは、恒星の通過などの過去の事象では起こり得ず、太陽を降転する天体の重力場によって維持されている可能性が最も高いことを示唆している。トルヒージョとシェパードは、後の論文で、軌道長半径が 150AU を超える太陽系外縁天体の近日天候景と、 近日点引数の間の相関について指摘している。近日点光景が0度120度のものは近日点引数が280度から360度の間にあり、近日点光景が180度から340度のものは近日点引数が0度40度の間にある。この相関の統計的優位性は99.99% 99である。 彼らはこの相関はこれらの天体の軌道が重い惑星との近接遭遇を起こしていないことによることを示唆した。極端な太陽系外縁天体の軌道極端に遠い太陽系外縁天体の軌道と仮説上のプラネットナインの軌道13個の極端な太陽系外縁天体の現在位置の拡大図極端に遠方にある太陽系外縁天体の 軌道のクラスタリングとその大きな近日点距離は、プラネット9の影響を含めたシミュレーションによって再現できることが分かっている。バティギンとブラウンによって行われたシミュレーションでは、ランダムな配置で始めた大きな軌道長半径を持つ天体群は、大きな軌道離心率を持った軌道にある重い遠方の天体によって空間的に制約されたむね同じ線上。 同じ平面上の軌道のグループに集められた。これらの天体の近似点は同じ方向に揃う傾向を示し、また軌道も同じ平面上に揃う傾向が見られた。これらの天体の多くは、セドナのように大きな近似点距離を持つ軌道に入り、また予想外の結果として、いくつかは王道面に対して、ほぼ垂直な軌道に入った。 このような軌道を持つ天体が過去に観測されていることに、バティギンとブラウンは後で気がついた。6つのエトノスの軌道の分布を最もよく再現するシミュレーションのパラメータは、仮説上の遠方天体の質量を10、地球質量とし、以下のような軌道に置いたものである。これらのパラメータを仮定した。 プラネット9のシミュレーションでは太陽系外縁天体の特性によって異なる影響をもたらす。軌道長半径が 250au より大きい外縁天体はプラネット9に対して反対方向に強く揃った軌道になり近日点がプラネット9の近日点の反対側に来る。軌道長半径が150から 250au の天体は プラネット9と緩く揃った軌道になり、近日点はプラネット9の近日点と同じ方向に来る。軌道長半径が 150au より小さい、天体にはほとんど影響を及ぼさない。プラネット9がトリウルタの軌道の調査も行われており、軌道長半径が400から 1500au、軌道離心率が最大で0.8まで、軌道傾斜角は広い範囲で調べられている。 これらの軌道を仮定したシミュレーションでは多様な結果が得られている。パティギンとブラウンは、プラネットナインが大きな軌道傾斜角を持っていた場合は、エトノスも同様の傾きになりやすくなるが、軌道の反対側への偏り度合いは減少することを発見した。2017年のジュリエット・シーベッカーらによるプラネットナインの存在を考慮したシミュレーションでは、 プラネットナインの軌道離心率が小さい場合は、エトノスの軌道はより安定だが、軌道の反対方向への型よりは、プラネットナインの軌道離心率が大きいほど強くなることが示された。また、SAM ローラーらは、プラネットナインが遠軌道を持っていた場合は、軌道共鳴に捕獲される天体は少ないこと、大きな軌道傾斜角の軌道に到達する天体も少ないことを示した。 さらにジェシカ・カッセルスらによる研究では、プラネット9が近日点距離の小さい軌道を持っていた場合は、エトノスの軌道はよく揃うようになるが、近日点距離は 90au よりも大きい必要があることを示した。プラネット9の軌道要素と質量の考えられる組み合わせは多数あるものの、太陽系で観測されている外縁天体の軌道要素の偏りを、 よりよく予測するシミュレーションは他にはない。さらなる遠方の太陽系外縁天体が発見されることによって、プラネットナイン仮説はさらに支持されるか、もしくは否定されるだろう。プラネットナインの軌道長半径が 250AU だった場合のエトノスの長期的な進化。青、反対側に揃った天体。赤、同じ側に揃った天体。緑、準安定な天体。 オレンジ、循環する天体。黒線より上が交差軌道。プラネットナインはエトノスの軌道をいくつかの効果の組み合わせを介して変化させる。非常に長い時間スケールでは、プラネットナインはエトノスの軌道にトルクを与える。このトルクの強さは、エトノスの軌道とプラネットナインの軌道の配置によって変わる。各運動量の交換によって、 近日点距離は増加して、トノスは、セトナのような軌道になり、その後再び近日点距離は下がり、数億年後には、元の軌道に戻る。近日点の方向の動きも、軌道離心率が小さい時は逆になり、天体は、プラネットナインの反対側に揃った状態に、保たれるか、同じ側に揃った状態に保たれる。短い時間スケールでは、 プラネットナインとの平均運動共鳴がエトノスの軌道位相を保護する。これは、エトノスの軌道長半径をわずかに変化させ、プラネットナインの軌道と同期させて、近接遭遇を防ぐことで軌道を安定化する。海洋星や他の巨大惑星の重力的な影響がある場合や、プラネットナインの軌道傾斜角が大きい場合は、この保護の効果は弱くなる。 このため天体が共鳴の間を移動することによる軌道長半径のカオス的な変化がもたらされる。この共鳴には100万年の時間スケールの27時17分の工事の共鳴も含まれる。しかし、エトノスとプラネット9がどちらも傾いた軌道にいる場合は、エトノスが生き残るためには平均運動共鳴は必要ではないと考えられる。天体の軌道の極は、 太陽系のラプラス面の極の周りを再作運動するかもしくは循環する。大きな軌道長半径ではラプラス面はプラネットナインの軌道平面に向かって歪む。このためトノスの軌道面の極は平均的には一方に傾き、昇降転後径はクラスタリングを起こす。大きな軌道傾斜角を持った5つの天体の軌道が青緑色の楕円で示されている。 プラネットナインの想定される軌道はオレンジ色で示されている。プラネットナインはエトノスを王道面に対してほぼ垂直な軌道に移動させる可能性があるとされている。いくつかの天体は50度よりも大きい軌道傾斜角を持ち、軌道長半径が 250au を超える軌道にあることが観測で判明している。これらの軌道は低い軌道傾斜角を持っていた。 いくつかのエトノスが低い軌道離心率の軌道に到達した際に、プラネットナインと永年共鳴を起こすことで生成される。この共鳴は小天体の軌道離心率と軌道傾斜角を増加させ、エトノスを小さい近日点距離を持った大きな傾斜角の軌道へと移動させる。このような天体は近日点付近にいる際によく観測される。 その後、エトノスは低軌道離心率の逆行軌道へと進化し、再び離心率と傾斜角が小さい軌道に戻る前に、高軌道離心率の垂直な軌道の第二段階を経由する。プラネットナインとの永年共鳴は、軌道の近日点引数と近日点後径の線形結合を引き起こす。古材メカニズムとは異なり、この共鳴では、天体がほぼ垂直な軌道になったときに、 軌道離心率が最大に到達する。バティギンとモーベデイリーによるシミュレーションでは、この軌道進化は比較的一般的に起こるものであり、安定な軌道にある天体のうち38%は少なくとも1回この過程を経験していると推定されている。これらの天体の近日点引数はプラネットナインの付近か反対側に集まり、また天体の近日点距離が 最も小さくなっているときは、昇降天候形は、プラネットナインの昇降天候形から前後90度の値に集まる。これは、このような天体の軌道分布が、基地の巨大惑星との遠方での遭遇に起因すると考えた場合とは異なり、観測結果とおおむね一致している。軌道長半径が 100AU 未満で、大きな軌道傾斜角を持つ太陽系外縁天体は、 プラネットナインと他の巨大惑星の両方の影響を受けている可能性がある。軌道が垂直な状態になったエトノスは近日点距離が小さいため、可用性やその他の巨大惑星の軌道と交差し得る。これらの惑星と遭遇することによってエトノスの軌道長半径は 100AU 未満にまで小さくなる。こうなるともはやこの天体はプラネットナインの影響を受けなくなり、 2 0 0 8ルト4 2のような軌道になる。これらの天体の最も超寿命な軌道分布は、非一様であると予測されている。大部分は、近日点距離が5から 35au の範囲であり、軌道傾斜角は110度未満であると予想される。またそれらとは、離れた軌道要素の軌道傾斜角が150度付近で、近日点距離が 10au 付近にも分布していると予想される。 これらの天体は、これまでは、オールトの雲に危険を持つという説が、これまでに提唱されていた。オールトの雲は、太陽から2000から20万 au の距離を取り囲む、理論上の氷微惑星の雲である。プラネットナインは、水星の源となる領域やその軌道傾斜角の分布にも影響を与えると考えられる。太陽系形成モデルの一つである。 ニースモデルでの巨大惑星の移動のシミュレーションでは、プラネット9の影響を含めた場合は、オールトの雲に移行する微惑星は少なくなる。オールトの雲に移行しなかった他の微惑星は、プラネット9によって、力学的に支配される天体の雲の中に取り込まれる。このプラネット9雲はエトノス及び垂直な軌道を持つ天体からなり、250から3000 a u の 軌道長半径まで広がり、合計質量はおよそ0.3から0.4、地球質量だろうと考えられている。プラネットナイン雲の中にある天体の近日点距離が他の惑星と遭遇を起こすほどに小さくなった場合、いくつかは散乱され太陽系内部に侵入する軌道になり、これらは水星として観測されるようになる。もし、プラネットンが存在する場合、このようにして、 太陽系内部に入ってくる天体は、ハレー彗星型の彗星のおよそ3分の1を占めるだろうと考えられる。プラネットナインは、軌道長半径が 50au を超えか陽性の軌道付近に近日点を持つ三卵円盤天体の軌道にも変化を与え、これらの天体の軌道傾斜角を増加させる。これによって、このような天体に由来を持つ木星属彗星の 軌道傾斜角を増加させ、観測でわかっているよりも、水星の軌道傾斜角の分布を広くする。太陽の自転軸は惑星の軌道面に対して傾いているが、プラネットナインはこの傾斜に関与している可能性がある。太陽系の形成と進化に関するモデルでは、太陽の赤道面と惑星の軌道は同じ平面上になるはずであることを予測する。 しかし実際には太陽の自転軸は巨大惑星の軌道平面に対しておよそ6度傾いていることが分かっている。プラネットナインは惑星の軌道にトルコを加えることで太陽の自転軸傾斜を生み出し惑星の軌道面をコマのように短い円弧で再鎖させることができる。プラネットナインは他の惑星から大きく傾いた軌道を持っていること。 また軌道長半径が非常に大きいためたの、太陽系の惑星よりも多くの核運動量を持っていることから、この再差を引き起こす可能性がある。エリザベス・ベイリー、バティギン、ブラウンのグループと、ロドニー・ゴメス、ロジェリオ・デイノとアレッサンドロ・モーベ・デイリーのグループによって、同時期に独立して行われた解析モデルと、コンピュータシミュレーションを用いた研究、さらにドンライによって、 後に行われた研究では、太陽の自転軸の傾きとその大きさの両方は、プラネット9によって及ぼされる重力トルクによって、説明することが可能であるということが示されている。これらの研究結果は、プラネット9仮説と一致するものであるが、プラネット9の存在を証明するものではない。なぜなら、太陽系での太陽の自転軸と惑星の 軌道平面のズレを説明するモデルとしては、原子惑星系円盤と原子星時代の太陽との時期的相互作用や太陽への非対称な質量を膠着、太陽が万世を失ったことが原因とするもの、他の構成との遭遇によるものなど、他の可能性も考えられるからである。バキギンは、彼とブラウンの研究で行われたシミュレーションの結果を解釈する際に慎重を期し、 プラネットナインがカメラに捉えられるまではこれは実在のものとはみなされない。我々が今持っているのはエコーであると述べている。ブラウンはプラネットナインの存在可能性を90%と見込んでいる。また彼らの研究論文を前もって知っていた数、少ない研究者の一人であるグレゴリー P ラクランは68.3%と見込んでいる。この説に回帰的な科学者たちは、 解析に用いられる太陽系外縁天体のさらなる追加や撮影による確認を通じた最終的な証拠といったより多くのデータが必要だとしている。ブラウンはこの会議的な意見には同意しているが、それでも新しい惑星を探すのには十分なデータがあると考えている。プラネット9仮説は何人かの天文学者や科学者に支持されている。 n a s は惑星科学部門のディレクターであるジム・グリーンは証拠は以前より強固になっていると述べている。しかしグリーンは観測されている遠方のエトノスの動きは他の仮説で説明できる可能性もあるという点も忠告しカール・セーガンを引用して途方もない主張には途方もない証拠が必要だと述べている。マサチューセッツ工科大学の教授であるトーマス・レビンソンは 現在のところ、プラネットナインは、太陽系の外部領域について現在わかっている、すべてのことに対する唯一の満足できる、説明であるように思えると結論付けた。また、アストロノミカルジャーナルに掲載されたバティギント・ブラウンの、論文の作読を行った、天文学者である、アレッサンドロ・モーベ・デイリーは、私には、バティギント・ブラウンが提示したものに代わる説明は、見当たらないと同意した。 天文学者のレヌ・マルフォートラは、プラネットナインの存在についてはわからないとの立場を、とっているが、彼女とその同僚が行った研究では、エトノスの軌道が傾いているように思われること、またこの傾きは、プラネットナイン以外の他の方法での説明は、難しいということを発見している。彼女は、我々が見つけたズレの大きさは奇妙なものだと述べ、私にとって、これは、 私がこれまでに遭遇した中で最も興味深いプラネットナインの証拠であるとしている。プラネットナインの存在に懐疑的な様々な意見も存在する。アメリカの宇宙物理学者イーサン・ジーゲルは他の惑星系では一般的に存在するが太陽系には存在しないスーパーアースは過去には存在し、太陽系初期の力学的な不安定な時期に 少なくとも1個が太陽系外に弾き出されたと考えているが、太陽系内に未発見の惑星が存在するという考えには、怪奇的なコメントをしている。また惑星科学者のハロールドカイ・レヴィソンは、弾き出された惑星が、オールトの雲の内側に止まることができる確率はわずか2%程度だと考えており、もしその惑星が安定な軌道に入った場合は、多くの天体が、 オールトの雲から投げ出されたはずだと推測している。プラネット9は遠方の太陽系外縁天体の軌道要素に見られる偏りをもとに提唱された仮説上の天体だが、プラネット9のような天体を想定しなくても軌道の特徴を説明可能だとする対立仮説も存在する。また、プラネット9とは大きく異なる特徴や軌道要素を持つ。 未知の天体で説明可能とする仮説もある。さらに、軌道要素の偏りそのものが偶然であるか、見かけ上のものに過ぎないとする説もある。アウターソーラーシステムオリジンズサーベイの研究結果では、太陽系外縁天体に見られる軌道の偏りは、発見されている天体数が少ないことと観測バイアスとの組み合わせによる見かけ上のものだということが示唆されている。アソスは、 基地のバイアスを考慮したよく特徴を付けられた太陽系外部のサーベイプロジェクトであり、軌道長半径が 150au を超え様々な軌道配置にある8個の天体を観測した。このサーベイにおける観測バイアスの影響を考慮した、あとトルヒージョとシェパードによって同定された近日点引数の偏りの証拠は見られないとし、最も遠方を好転する天体群の軌道は、 ランダムな配置と統計的に一致するとした。この結果は、ブラウンによって観測されたエトノスの発見バイアスの解析とは異なる結果である。彼は10個の基地のエトノスの近日天候系の偏りに関して観測バイアスを考慮し、もし軌道の分布が一様であるならば、偶然偏って見える期間はわずか1.2%であることを見出している。 これに近日点引数に見られる偏りも合わせた場合、偶然偏っているように見える確率は0.025%になるとしている。また後のブラウンとバティギンによる14個のエトノスの発見バイアスの解析では、近日点光景と軌道の極の位置の偏りが偶然である確率は0.2%だとしている。プラネットナインの影響を考慮した15個の基地の 天体の進化のシミュレーションでもいくつかの観測との差異が明らかになっている。コーリン・シャンクマンと彼の同僚は軌道長半径が 150AU 以上、近日点距離が 30AU 以上の15個の天体を模擬した多数の天体のシミュレーションにプラネットナインの影響を取り入れた計算を行った。その結果彼らは軌道長半径が 250AU より、 大きい天体では、軌道がプラネットナインとは反対方向に揃うのを確認したが、近日点引数の偏りは見られなかった。また彼らのシミュレーションでは、エトノスの近日点距離は滑らかに上昇と減少を起こし、観測では確認されていない、近日点距離が50から 70au の間にある天体を多数残すことが示された。この結果は、 この軌道長半径の範囲にある多数の観測されていない天体が存在することを予測するものである。この中には大部分の観測は小さな軌道傾斜角を持った天体に対して行われているために見落とされているであろう。高軌道傾斜角の天体や暗くて観測できないために見落とされている大きな近日点距離を持つ天体を多数含んでいる。これらの中には 他の巨大惑星との遭遇によって太陽系から弾き出されたものも多くあるだろうと考えられる。観測されていない天体や失われた天体が多数あると考えられることからこの研究では合計で数十地球質量になる天体群が存在し太陽系初期には大量の質量が外部に放出されていた必要があると推定された。シャンクマンらはプラネットナインが存在する。 可能性は低く、現在観測されているエトノスの軌道の偏りは一時的な現象であり、より多くのエトノスが検出されるにつれ方よりは、消えるだろうと結論付けた。アン、マリエ・マジガンとマイケル・マッコートは、遠方の重い円盤の中での傾斜角不安定が、エトノスの近日点引数の偏りの原因になっていると主張している。傾斜角不安定とは、 小天体からなる円盤が太陽などの中心性を高い軌道離心率で好転している際に発生する不安定性である。円盤の自己重力によって円盤が自発的な組織化を起こし、円盤中の天体の軌道傾斜角を増加させて、近日点引数を整列させ、元々の軌道平面の上か下に円錐状に分布させるようになる。この過程が発生するには、 長い時間と非常に重い円盤質量を必要とし、数億年程度の時間、1から10地球質量の円盤が必要とされる。傾斜角不安定は焦点体の近日点引数を偏らせ近日点距離を上昇させることができ、そのため分離点体を形成することができるが、この過程では近日点後景の偏りは発生しない。ブラウンは、 プラネットナインがより適切な説明であるとし、傾斜角不安定を発生させるのに、十分な質量を持つ散乱円盤の存在は、現在の調査では明らかになっていないと述べている。また、微惑星円盤の自己重力を取り入れた、太陽系のニースモデルのシミュレーションでは、傾斜角不安定は発生していない。その代わりに、シミュレーションでは、天体の軌道の急速な再差が生成され、 大部分の天体は、傾斜角不安定が発生するには短すぎる、時間スケールで放出された。アントラーニック・セフィリアンとジハード・トーマは、やや大きな軌道離心率を持った、太陽系外縁天体の重い円盤外とのスの、近日天候系の偏りを引き起こしたという説を、提唱している。彼らは、合計で10地球質量の太陽系外縁天体を、含む円盤があり、 軌道は揃っており、軌道離心率は軌道長半径が大きくなるにつれ、0から0.165まで変化しているという分布を予測した。この円盤の重力的な影響は、巨大惑星によって駆動される前向きの再作運動を相殺し、その結果として、それぞれの天体の軌道の配置は維持される。観測されているエトノスのような大きな軌道離心率を、 持った天体はもし軌道が円盤と反対方向に整列していた場合は安定であり、概ね。固定された向きか近日点口径を持つと考えられる。ブラウンはこの提唱された円盤はエトノスの偏りを説明可能であると考えているものの、この円盤は太陽系の年齢にわたって生き残ることはできないため、最もらしくない説だと考えている。または鬼神は。 カイパーベルトにはこの円盤の形成を説明するだけの十分な質量がないと考え、なぜ原子惑星系円盤が 30AU 付近で、終わり 100AU より遠方で再び始まるのかと疑問を呈している。プラネット9仮説は未知の天体の質量と軌道に関する一連の予測を含んでいる。ある対立仮説では、プラネット9とは異なる軌道要素を持った。 未知の天体の存在を予測する。マルォートラ、キャサリン・ボルクとシャニワンは、近日点距離が 40AU、軌道長半径が 250AU を超える。最も長周期の4つの分離天体は、仮説上の惑星と N、1か N、2の平均運動共鳴を起こしているとする仮説を提唱した。また軌道長半径が 150AU を超える。 さらに二つの天体も共鳴を起こしている可能性があるとした。彼女らが提唱した天体は、プラネットナインよりも軌道離心率と傾斜角が低い軌道である可能性があり、離心率は0.18未満、傾斜角は11度程度とされる。この場合、2 0 1 0イト1 7 4への近接遭遇を起こさないためには、仮説上の惑星の軌道離心率は、 低い必要がある。もしエトノスが第三種の周期軌道にあり、これらの安定性が近日点引数の測り度によって高められる場合は、天体は40度程度のより高い軌道傾斜角に存在する可能性もある。バティギンとブラウンの説とは異なり、マルホートラ、ボルク、ワンの説では遠方の分離天体の大部分が重い天体の軌道と反対方向に揃った軌道を持つことを、 必要としていない。トルヒージョとシェパードは2014年に平均距離が200から 300AU の円軌道にある未知の重い惑星が大きな軌道長半径を持つ12個の太陽系外縁天体の近日点引数の偏りの原因であると主張した。彼らは近日点距離が 30AU 以上軌道長半径が 150AU 以上の12個の 太陽系外縁天体の軌道の近日点引数が0度付近に偏っていることを発見した。数値シミュレーションの結果、何十億年もの時間が経過するとこれらの天体の再三運動の速度が異なることによって近日点はランダムに分布してしまうことを示し、軌道を偏らせるためには数百 au の距離の円軌道にある重い惑星が必要であることを示唆した。この重い天体は、 太陽系外縁天体の近日点引数を、古材メカニズムを介して0度か180度の周囲を測り動させるため、これらの天体は惑星に最も近い点と最も遠い点である近日点と、現日点付近で惑星の軌道平面を横切ると予想される。2から15地球質量の天体を200から300、au の範囲の軌道傾斜角が小さい円軌道に、 置いた場合の数値シミュレーションでは、セドナと 2012VP113 の近日点引数は、数十億年にわたって0度付近を測り度し、1500AU にある大きく傾いた軌道にある海洋性質量の天体と測り度を起こす時期を経験した。この仮説では、180度程度の近日点引数を持つ天体が存在していないことを説明するためには、 太陽系金棒の構成の通過で取り除かれたなどのさらなる過程が必要とされる。これらのシミュレーションでは一つの大きな惑星が小さい太陽系外縁天体をどのように似た種類の軌道に導き得るかという基本的なアイデアが示された。これは仮説上の天体の特定の軌道を算出するものではなく概念的なシミュレーションによる基本的な証明であり、 仮説上の天体が取り得る軌道の配置は多数あると述べている。そのため彼らはすべてのエトノスの軌道の偏りをうまく組み込んだモデルを完全には定式化していない。しかし彼らは太陽系外縁天体の軌道に偏りがあること、及びこのもっともらしい説明は未知の遠方の重い惑星の存在であることに気がついた初めての研究者であった。彼らの研究は 天皇星の運動に奇妙な点があることに気がつき、それが未知の第8惑星からの重力による可能性が高いと示唆して、海王星の発見につながったアレクシス・ブバールの研究と非常に類似している。ラウル及びカルロス・デラフエンテ・マルコスは似たようなモデルだが共鳴している2つの遠方惑星を仮定したモデルを提案している。デラフエンテ・マルコスらが 滑ってアーセスと共に行った解析では、観測されている近日点引数の偏よりは、観測バイアスによるものではないことが確認されている。彼らは、軌道の偏よりは、太陽から200英雄程度離れた軌道を持つ、火星から土星の間の質量を持つ天体によって、引き起こされたと推測した。トルヒジョとシェパードラの仮説と同様に、彼らも太陽系外縁天体は、 古材メカニズムによって偏った軌道の状態を維持されていると理論的に予測し、これらの運動を木星の影響下にあるマックホルツ第一彗星の振る舞いと比較した。しかし彼らもまた未知の惑星一つでは太陽系外縁天体の軌道の整列を説明するのに苦労した。そのため彼らはこの未知の惑星自身は太陽から 250AU にあるさらに重い別の 天体と共鳴状態にあると考えた。ブラウンとバティギンは論文中で古材メカニズムを介した0度と180度付近への近日点引数の整列を起こすためには核外円天体に対する未知の惑星の軌道長半径の比率は1に近い必要があることを指摘した。つまりこの仮説では観測データに合わせた軌道を持つ複数の未知の惑星が必要になることを示唆しており、 この説明はあまりにも扱いにくいものであるとしている。プラネットナインは太陽から非常に遠い位置にあることが予想されているため反射光は非常に弱く望遠鏡を用いた観測で検出されない可能性がある。予想される見かけの等級は22等より暗く少なくとも明王星の600倍暗いことになる。座る望遠鏡を用いた 露出時間10時間の観測で達成できる検出限界は27.7等であり、プラネットナインの予想される高度より100倍くらい天体を検出可能である。比較として、ハップル宇宙望遠鏡は、ハップルウルトラディープフィールドで行ったおよそ2万秒の露出で31等級の暗さの天体を検出したことがある。しかし、ハップル宇宙望遠鏡の視野は非常に狭く、 結ク点問題や大草岩望遠鏡も同様である。ブラウンはプラネットナインが発見された暁にはハップル宇宙望遠鏡を用いた観測を要望している。もしプラネットナインが存在し近日点に近い場所にいれば、天文学者は既存の画像の中からこの天体の存在を同定できる可能性がある。一方で、演説点近辺にある場合は、 ハップル宇宙望遠鏡やハワイのマウナケア山にあるケック望遠鏡やスバル望遠鏡のような地球の最大級の望遠鏡が必要となる。しかし、もしプラネットナインがこれらの間に位置している場合は多くの天文台で捉えることができる可能性がある。統計的にはプラネットナインは 600AU よりも遠方の演実点付近にいる可能性が高い。これは 円実点付近では、天体の動きはより低速になり、遠方に止まる、時間の方が長いことが原因である。バティギンとブラウンによる製表の捜索では、プラネット9に予想される軌道に沿った空の大部分には映っていないことがすでにわかっている。残されている領域は、これまでのサーベイでは暗すぎて映らないであろう。 演術点の方向と多数の構成との識別が困難な銀河系の銀河面に近い方向である。彼らが捜索に用いた過去の観測データは19等までの天体を観測したカタリナスカイサーベイ21.5等までのパンスターズ及び広域赤外線探査衛星による赤外線観測データである。その他にも 既存の観測データの創作を行っている研究者がいる。ダークエネルギーサーベイで用いられたカメラの開発を手伝ったデビッド・ガーディスは、での一環として撮影された画像の一つに、プラネットナインが映っている可能性があることを主張した。その場合、2014UG-224 のような遠方なる太陽系内の天体を同定したソフトウェアを用いて、 プラネットナインを発見できる可能性がある。カリフォルニア大学バークレー校の大学院生であるマイケル・メットフォードとダニー・ゴールド・スタインは異なる時期に撮影された複数の画像を組み合わせる技術を用いて過去のデータの調査を行った。スーパーコンピュータを用いて計算されたプラネットナインの動きに合わせて画像をずらし移動する暗い天体の多数の暗い画像を組み合わせる。 ことで、明るい画像を作成することが可能となる。また、WISE と NEOWISE で取得された複数のデータを組み合わせた捜索では、プラネット9は検出されなかった。この捜索は、銀河面から離れた領域の W1 波長での観測が行われており、800から 900AU までの距離にある10地球質量の天体を検出する能力があると推定されている。 プラネットナインは北半球から観測可能な位置にあると予測されていることから主要な観測はスバル望遠鏡を用いて行われることが期待される。スバル望遠鏡は暗い天体を観測するのに十分な光景と捜索期間を短縮する広い視野の両方を合わせ持つ。パティギント・ブラウンおよびトルヒージョとシェッパードの二つの天文学者チームが共に この捜索を行っており、どちらのチームも捜索には5年ほどかかると見積もっている。ブラウンとバキギンは当初プラネットナインの捜索範囲をオリオン座付近のおよそ2000平方度の範囲に絞り込み、バキギンはこの領域はスバル望遠鏡を用いて20夜で観測可能だと考えた。後に彼らは捜索範囲を600から800平方度の範囲にさらに絞り込んだ。 2018年12月には、彼らは四半夜と三夜のスバル望遠鏡での観測時間を費やした。ただしプラネットナインは地球から見て天の川の方角に位置していると予想されることから、明るい天の川の光にかき消されてしまい、位置関係が改善されるまでは観測することは困難とする見方もある。この見方によると、観測できる状態になるまでには千年以上かかると、 される。南半球からの観測で宇宙膨張の加速を探査する目的で行われているダークエネルギーサーベイでは、プラネットナインに予想される軌道の一部を含む領域が観測されている。では2019年1月に800夜に及ぶ観測を完了し、収集されたデータの解析が継続的に行われている。プラネットナインのような遠方の天体は、 わずかな光しか反射しないが、質量が大きいため、形成時の熱を、現在も冷却に伴って放射していると考えられる。推定される温度は 47K であることから、放射のピークの波長は赤外線になると予想される。この放射は、アルマのような地上のサブミル波望遠鏡で検出できる可能性があり、またミリ波で行われている。 宇宙マイクロ波背景放射の実験でも捜索を行える可能性がある。また、NASA 惑星科学部門のディレクターであるジム・グリーンは2021年に打ち上げが予定されているハップル宇宙望遠鏡の後継機であるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって観測できるだろうとの楽観的な見方を示している。市民科学プロジェクトを集めたポータルサイトであるズーニバースでは ワイズの過去の観測データからプラネットナインを創作するバックヤードワールドが2017年2月に開始された。このプロジェクトはさらに太陽系の近傍にいる褐色外星のような巡航性天体の創作も目的に含んでいる。バックヤードワールドのウェブサイトにはワイズのデータの3%にあたるそれぞれ4つの画像からなる3万2二千個のアニメーションがアップロードされている。 このアニメーション中の移動天体を探すことで、市民科学者によって、プラネットナインが発見されるかもしれない。2017年4月、サイリングスプリング天文台のスコヨーマッパー、望遠鏡を用いたデータから、ズーニバースの市民科学者によって、プラネットナインの候補天体が4つ報告された。これらの候補天体は、天文学者によって、追加観測され検証される予定である。 2017年3月28日に開始されたこのプロジェクトは6万人以上の参加者がおよそ500万の分類を行い3日以内に目標を達成した土星探査機カッシーニによる土星軌道の精密な観測からはプラネットナインは提案されている軌道の内特定の範囲には存在し得ないことがわかっているこれはもしその位置にプラネットナインが存在した場合は 重力によって土星の位置に検出可能な影響を及ぼすことが期待されたからである。ただしこのデータはプラネットナインの存在を証明するものでも反証するものでもない。フィーンガ、ラスカー、マンシュトガスティノによる初期解析ではカッシーニのデータを用いて太陽とその他の基地の惑星による影響下での土星の予測される軌道と観測結果との ズレの探査が行われたその結果、プラネット9がマジカ天角がマイナス130度マイナス110度、もしくはマイナス65度85度に位置しているのとは一致しない結果が得られた。この解析では、バティギンとブラウンによって予測された軌道要素が用いられており、土星の軌道への影響が見られないことから、プラネット9のマジカ天角が117.8度プラス11、 マイナス10度である場合に測定結果を最もよく説明できるとした。この間近点角では、プラネット9は太陽からおよそ630 au の距離におり、設計は 2H に近く、赤位はマイナス20度付近で、クジラ座の領域にいると考えられる。対照的に、もし、プラネット9が円日点付近にいた場合は、設計は 3.0H5.5H。 石油はマイナス1度6度にあると予想される。宇宙物理学者マッシュー・ホールマンとマッシュー・ペインによって後に行われたカッシーニのデータの解析ではプラネットナインが存在し得る位置への制約がより狭いものとなった。彼らは以前の解析よりも広範囲のパラメータを調査することができるより効率的なモデルを開発した。 カッシーニのデータを解析するためのこの技術を用いて同定された軌道要素はバティギンとブラウンによるプラネットナインの軌道要素への力学的な制限の範囲と重なるものであった。ホールマンとペインはプラネットナインは設計40度、席位15度の20度の範囲内、クジラ座の領域にいる可能性が最も高いと結論付けた。 ジェット推進研究所の惑星科学者であるウィリアム・フォークナーはカッシーニは土星を周回する軌道上で説明できないずれは経験しなかったと述べている。プラネットナインのような未知の天体はカッシーニにではなく土星の軌道に影響を与えると考えられる。これによってカッシーニの測定に何らかの特徴が生み出される可能性があるがジェット推進研究所は カッシーニのデータ中には説明できない兆候は発見していない。ホールマンとペインは2016年に冥王星の軌道の解析を行い、バティギンとブラウンが予測したプラネットナインの軌道から予測されるものよりも大きな接動があることを発見した。ホールマンとペインはこの原因について3つの説明を提案している。1つ目は冥王星の軌道の測定における系統的な誤差。 二つ目は、例えば60から 100au の範囲にある小さい天体などの未知の質量が太陽系に存在すること。三つ目は、バティギント・ブラウンが予測したものよりも、重いか太陽に近い惑星が存在するというもので、ある。ほぼ放物線軌道にある彗星の軌道の解析では、バティギント・ブラウンの言論文で述べられている、プラネットナインの軌道に接近する双極線軌道を、 もったいつつの新しい彗星の存在が特定された。もし、これらの彗星の軌道が、プラネットナインとの近接遭遇によって、双曲線軌道になったのであれば、プラネットナインは、現在演実点付近にあり、設計は83度から90度、赤位は8度から10度であると推定される。しかし、スコット・シェパードは、この解析に対して懐疑的であり、彗星の軌道には、 多くの異なる力による影響があると述べている。サラ・ミルホランドとグレゴリー・ラクランによる解析では、エトノスの人数関係のパターンが存在することが確認された。この解析では、もし、プラネットナインの軌道長半径が 654?au であった場合に、軌道共鳴に近い状態にいると考えられる5つの天体が特定された。セドナ 2004VN112 2 0 1 2 v p 1 1 3 2 0 0 0 c r 1 0 5 2 0 0 1 f p 1 8 5がその後天体であり、括弧内はプラネットナインとの周期の比である。彼らはこれらのエトノスが共鳴している相手の天体がプラネットナインであるとしたが、バティギント・ブラウンが提唱した軌道要素とは異なり、軌道離心率は0.5程度、軌道傾斜角は30度程度、 近日点引数は150度程度、昇降点貢献は50度と提唱した。カルロス及びラウルデラフ・フエンテ・マルコスも基地のエトノスに見られる軌道周期の人数関係がカイパーベルト天体で見られるものと似ていることを指摘している。カイパーベルト天体同士の軌道周期の 人数関係は、それぞれの天体が海洋星との軌道共鳴に入っていることによって偶然発生するものである。これらの天体の多くは、軌道長半径がおよそ 700AU の天体との後、3と3、1の軌道共鳴に入っている可能性があると考えられる。172AU 付近のより小さい軌道長半径を持つ3つの天体もプラネット9と、 軌道共鳴を起こしているという説が提唱されている。これらの天体は、もし、プラネット9の軌道長半径が 315au だった場合に共鳴を起こしており、プラネット9とは反対の位置に軌道が揃っていると、されるが、この軌道長半径の値は、バティギント・ブラウンの仮説よりも小さいものである。あるいは、プラネットンの軌道長半径が五百五 a u であった場合は、 軌道共鳴を起こせるが、焦点体の軌道配置は、プラネット9によって偏らせられずに循環するようになるとも考えられている。エリザベス・ベイリー、ブラウンとバティギンによる後の解析では、もし、プラネット9が、離心率と傾斜角の大きい軌道にいる場合、エトノスの大部分を、工事の軌道共鳴に捕獲することと、様々な共鳴の間のカオス的な移動によって、 現在の観測をもとにしたプラネットナインの軌道長半径の特定が妨げられる可能性があることが分かった。この解析ではプラネットナインの軌道離心率が大きい場合、言論文で解析に用いた6個のエトノスがプラネットナインと N1 か N2 の共鳴に入っている確率は5%未満だろうと予測した。二通りの保護機構が存在する可能性がある。 惑星との近接遭遇が近日点もしくは遠日点付近でしか起こらないような軌道長半径と軌道離心率を持っている天体の場合、惑星との遭遇は大きな軌道傾斜角と近日点引数の90度か270度付近での測り道によって阻害される。遭遇が発生した場合でも相対速度が比較的大きいため小天体の軌道には大きな影響は及ばない。 別のメカニズムは、近日点引数が0度か180度の周囲を振動し、焦点体の軌道長半径が軌道を乱す天体に近い場合に、軌道傾斜角が小さい際に有効になる。この場合、軌道離心率が十分に大きく、天体の軌道がほぼ円軌道である限り、焦点体の交点の通過は常に近日点と円日点付近の天体自身からは遠く離れた場所で起きる。 最差の速度は軌道長半径と軌道傾斜角が大きく、また軌道離心率が小さいほど速くなる。近日点距離が30から 50au、軌道長半径が50から 550au で軌道分布の制約は軌道長半径が 250au より大きいものに対して見られた。論文中で与えられた天体の質量の推定は 有効数字1桁程度の概算値である。従って、彼らは、仮説上の天体の質量推定として、5地球質量から15地球質量の間であろうと、推定した。The evidence is stronger now than it's been before.Extraordinary claims require extraordinary evidence 150au を超える軌道長半径を持つ8天体のうち、3つは、 近日点引数がトルヒージョとセッパードによって指摘された偏りの外にいることがアソスの観測で指摘された。ジルコバラはこれらの天体の軌道要素が変化していないと仮定して、これらのセドナ的な天体を再現するには、近傍の構成の通過が必要であると提唱した。また、セドナ的な天体の領域は930個の微惑星からなり、 構成の遭遇の過程で、オールとの雲内部はそのうち440個程度の微惑星を獲得したと主張したプラネットナインを発見するためには30マジイの天元を分解できる望遠鏡が必要であり、また1年あたり5分角の視差を分解できる望遠鏡が必要である。ありがとうございます。